3分でわかる。にゅるるるる。どうも、唐揚げ大佐です。この動画では、ラブライブの開祖、ニューズ、その歴史を紐解いていくぞ。2009年、株式会社サンライズから、電撃ジーズマガジンに共同企画の申し出がある。ジーズ側からの3種類の提案のうち、サンライズ側は元から検討していたアイドルものを選択。音楽要素も必須ということでランティスも参加、3社共同での企画がスタートする。2010年7月号のジーズマガジンに、ラブライブの予告記事が掲載、伝説が鼓動を始める。6月30日発売の8月号では、キャラクター紹介や、ストーリーなど、全容が明らかに、この日が結成の日、となっている。その夏のコミケ78において、ファーストシングル、僕らのライブ君とのライブが発売。グループ名はまだ決まっておらず、ラブライブ、としてのリリースとなる。その数週間後には通常販売もされたが、初動約430枚、オリコン167位と大敗を喫した。ちなみに、このうちの10枚は、新田恵美のご両親が大人買いしたものである。その後、11月号において、担当声優が発表。同時にグループ名の公募選考が開始される。2010年1月号では、グループ名が、ニューズに決定。翌12月には、スノーハレーションが発売、ニューズ、としては初のシングルとなる。2011年5月号では、ニューズ内ユニット、クランタン、ビビ、リリーホワイトが発表された。また、5月31日には、ラブライブ、ラジオ課外活動、ニコリンパナの配信が開始される。2012年2月にはニューズ、ファーストラブライブが、横浜ブリッツで開催された。8月26日には、アニメロサマーライブに初出演、以後、2015年まで、4年連続の出場となる。2013年1月3日には、南城を除く8名で、ニューズ、ニューイヤーラブライブ2013を開催。そして、1月から3月には、テレビアニメ1期が放送された。また、4月にはスマホゲームが配信開始。その名は、スクールアイドルフェスティバル。ラブライブの魅力的な曲、キャラクターで、今までラブライブを知らなかった層を取り込んでいった。6月には、パシフィコ横浜、国立大ホールにて、ニューズ、サードアニバーサリーラブライブが開催。2014年2月には、ニューズ、ネクストラブライブ2014、エンドレストレードが、埼玉スーパーアリーナで開催された。4月6月には、テレビアニメ2期が放送。8月には、PS ビータ用ゲーム、ラブライブ、スクールアイドルパラダイスが発売。2015年1月、ニューズ、55ラブライブ2015、ドリームセンセーションが、埼玉アリーナで開催。このライブを、最も完成したライブ、とする声も多い。また、ライブ後に、次年冬の、シックスライブの告知がなされた。直後の2月には、リーダー、新田恵美が、声帯結節を発表。短期休養に入る。また、後続のシリーズ、ラブライブサンシャインがジーズ紙面で発表。次世代の足音が聞こえ始めた。3月8日には、第9回、声優アワードで、歌唱賞を受賞。6月13日には、劇場版ラブライブ、ザ・スクールアイドルムービーが公開される。200日を超えるロングランとなり、最終的な興行収益は28億円、動員数は200万人超を記録した。8月末には、南城吉野が室外骨は脱臼、半月板損傷であることを公表。以後のライブが懸念される事態に。12月5日、ニューズ、これまでとこれからという特番の中で、来春東京ドームでライブを行うこと。そして、それがファイナルライブであることが発表される。年末には、紅白歌合戦に出場、声優では水木奈々音帯に続き、2組目である。2016年3月2日、ニューズ最後のシングル、モーメントリングが発売。そして、2016年、春、東京ドームにおいて、ニューズファイナルラブライブ、ミュージックフォーエバーが開催。5時間、全42曲のライブは、まさに集大成。このライブをもって、ニューズは表舞台から去り、アクアに後を託した。12月には、スクペス AC が稼働、稼働日からしばらく、全国のゲーセンに列ができた。完全に余談だが、AC のリンちゃんのモデリングは神がかっていると思う。1年半の長い沈黙を経た2017年9月21日、東京ゲームショウにて行われた、スクペス新情報発表会ステージ。ここで新田恵美が登場し、アクアリーダー、稲見杏樹と共演した。当時は他作のキャストが公式の場で共演することはなく、歴史的な場面に多くのラブライバーが歓喜した。2018年3月には、ラジオニコリンパナが限定復活。スクペス感謝祭2018では、新田、内田、三森、徳井、飯田が出演。9月には、ラジオ特番、今日は1日ラブライブ三昧が放送された。2019年5月には、シリーズ9周年発表会が行われ、7月からは、ラブライブシリーズのオールナイト日本ゴールドが放送。そして2020年1月、ファイナルから約4年、ついにラブライブフェスにてニュース復活。スノーハレーションの、オレンジの光景は、歓声と、ため息が混ざり合った、まさに絶景。3月には、これも4年ぶりのシングル、A Song for You, You, You が発売。12月には、5月より延期されたリリースイベントを開催した。これ以降、ニューズキャストが勢揃いしてのイベントはないが、スクールアイドルが勢揃いしてサニデイソングを歌う、という伏線がまだ残っている。ぜひ注目し、そして声を届け続けていただきたい。ラブライブは、みんなで叶える物語なのである。といったところで、生きる伝説、ニューズのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。